皆さんこんこにちは今日は2020年11月3日でアメリカ大統領選挙の投票日です。現在、東京時間は夜8時ですので、アメリカではすでに3日に入っています。今年は CCP ウイルス感染が広がっているため、郵便投票が大幅に増えており、すでに6000万以上の人が郵便投票をしたそうです。 アメリカのステッツポールが公表した最終予測結果によると、日本時間今日午後2時現在、トランプ大統領は322対216で得票を先取りしています。アメリカの大統領選挙は、州ごとに一般投票が行われ、それぞれの州で勝者を決めます。 各州は人口に応じて割り当てられた選挙人という人がいて、州の勝者はその州の選挙人を獲得します。例えば、カリフォルニア州で勝者となった候補は、同州に割り当てられた選挙人55人全てを獲得します。州によって選挙人の数は異なり、勝者総取りの方式を採用しています。 そして全米の538人の選挙人のうち過半数の270人以上を獲得した候補が最終的な勝者になり次期大統領となります。この図には各州に色を塗りつぶしていますが、色の意味は赤い州は共和党を支持する傾向がある州で、青い州は民主党を支持する傾向がある州です。 他の色は特定政権への支持傾向の強くない州で、普段は紫の色を塗りつぶして、紫の州、あるいは激戦州、スイングステートと呼びます。アメリカでは長い歴史で形成された伝統的な赤い州と青い州は色が変えることはほとんどありません。例えば、伝統的な青い州、 ニューヨーク州とカリフォルニア州は民主党を支持し中部のテキサス州やミシシッピ州など伝統的な赤い州は共和党を支持していますこれらの州についてはいくら頑張っても色を変えることは非常に難しいですだから大統領選挙の勝敗を決めるのはこれらの激戦州で多く得票することです これはステズ・ポールが日本時間朝4時ごろ公表したマップです。その時トランプは312対226で得票を作取りしていましたが、10時間後は322対216となりました。ステズ・ポールはこれから主要な激戦州、フロリダ州とペンシルベニア州は全部トランプを選挙し、しかもウィスコンシン、 ミシガン、ノースカロライナ、オハイウ州なども全部トランプを選挙するだろうと予測しています。これらの激戦州で勝利すれば間違いなくトランプは最終勝利をするでしょう。私の認識ですが正常な大統領選挙は 候補者が自分の政策あるいは計画及びその実行可能性を大衆の前で述べ自分の優勢を国民に見せた後国民が誰を選挙すれば国がもっと良くなるのかを判断して選挙をするはずだと思いますが現在は両党の候補者がお互いに相手の弱みをつかんで攻撃し 相手が自分よりいかに悪いから相手を選挙すれば国民がもっとひどい目に遭い国がいかに悪くなるから自分を選挙してくださいというイメージです。国民も国の利益よりも自分の利益を先に考えるから選挙がもっと難しくなっているのではないかと思います。 トランプとバイデンを見れば、バイデンが掴んでいるトランプの最大弱点とは CCP ウイルス感染です。トランプが正しい対策を取らなかったため、アメリカでは CCP ウイルス感染者が多くなり、死亡者が20万人を超えたと指摘していますが、よく考えてみると、バイデンの量は間違っています。なぜなら CCP ウイルスは中国から全世界に広がっているので、 感染されたのはアメリカだけではありません。起源地は中国で、最大の責任は中国にあります。自然災害であれ、実験室から漏れたものであれ、あるいは故意に確信させたにせよ、責任は中国にあります。トランプは習近平に電話して聞いたが、習近平は 人、人の感染はなく、コントロールできると言ったそうです。だからトランプの責任とすれば、習近平を信じたことです。台湾は最初から中国の話を聞かなかったから、一番早い時期から感染防止をすることができたのです。台湾以外の全ての国は、中国と WHO の話を聞いたため、CCP ウイルス感染拡大の防止が遅れたのです。 CCP ウイルス感染についてトランプの責任とすれば習近平を信じたことです次に CCP ウイルスがアメリカに入ってから国や州都市などをロックダウンするかしないかについてバイデンはトランプが直ちにロックダウンしなかったのが CCP ウイルス感染拡大の原因だと主張していますがこれは根拠がないことです ロックダウンした方がしない方より感染拡大防止がよくできるということはありません。日本ではロックダウンしなかったんですが、他の国に比べてそんなにひどくなかったでしょう。もしロックダウンしたらこれよりひどくなるか軽くなるかはわかりません。ここには比較性はありません。2つの方法の中、1つしか取れません。 二つの方法を同時に取ることはできません。各国も各地方も各自自分の状況によって自分に適合するだろうと考えられる方法を取るしかありません。たとえバイデンが大統領だったとしても、バイデンが取った方法は一番良い方法とは言えません。 普通の人はこの道理を全部知っています。だからバイデンが CCP ウイルス感染拡大のことをもってトランプを攻撃することはパワーがなく致命的な攻撃になっていません。トランプが掴んだバイデンの弱点はバイデン一家の腐敗です。ウクライナ、中国などとの腐敗です。10月14日、バイデンの息子ハンターの スキャンダルデータが暴露されましたが、その前からトランプはバイデン一家の腐敗の証拠を掴んでいたようです。息子ハンターのビジネスについて、バイデンは自分は干渉してないとずっと主張していますが、ハンターのパソコンデータが暴露されてから、バイデンはいかなる対応もせず、 地下室に隠れて大統領選挙のキャンペーンまでしなくなったのですここには必ず問題がありますこれは非常におかしいことですこのようなことで非難されたら普通の人なら事実かどうかはともかく必ず対応すべきです 特に大統領候補として必ず事実を明らかにしなければなりません。さもないと事実かどうかはともなく人は信用できなくなります。信用できない人は誰も大統領として選挙しないでしょう。選挙する前に承諾したことを当選したら一つも実行しないと選挙した人は騙されたと思うでしょう。 トランプを支持する人が言っている最も多い理由はトランプは信用できる人で選挙するとき承諾したことはほとんど実行したと言っています。この考え方はバイデンを支持する人も同じでしょう。トランプを支持する人もバイデンを支持する人もみんな個人の利益を考えるから誰にも騙されたくないでしょう。だから ハンターのパソコンデータは本当に存在するかどうかはともかく、バイデンのこのことについての態度から、バイデンは誠実な人ではないことを、バイデンの支持者も判断できたでしょう。だからハンターのパソコンデータの事件が暴露された後、すでに郵便投票した人は、投票を変えようとネットで、Can I Change My Vote というキーワードで検索したでしょう。 おそらくこのような人はほとんどバイデンに投票した人でしょう。まだバイデン一家のスキャンダルはバイデンの人格だけではなく、バイデン一家の犯罪国家の利益に関わること。だからトランプが。 バイデンのこの弱点をもってバイデンを攻撃することは非常にパワーがあってバイデン及びその陣営はいかなる反駁をすることもできなくひたすら黙っているでしょうこの一点だけでトランプはバイデンを打ち負かすことができるでしょうステージポールの予測はあくまでも予測ですので実際の選挙結果は早ければ明日 遅ければ一週あるいは二週後に出るでしょう。今回のアメリカ大統領選挙は大統領選挙そのものの意味を超えて自由と独裁、民主主義と共産主義の戦いで人類運命に関わる非常に重要な選挙だから全世界の注目を集まっていると言われています。自由と民主主義が 独裁と共産主義を打ち負かすよう祈ります。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。